七道駅は大阪府堺市堺区鉄包町にある南海電気鉄道南海本位線の駅。駅番号は NK10。島式一面二線のホームを持つ高架駅である。ホームは3階、改札口は1階にある。一番線が山戸川寄りの道路を越えたあたりに地上線時代の線路跡が若干残されている。 ホーム自体は8両編成分あるが、使用していない部分は柵で仕切られており、6両編成までしか停車できない。2019年時の1日平均乗降人員は11,402人で、南海の駅全100駅中26位である。後日のイオンモール堺列宝町開業を機に利用者が急増している。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。 川口江海の検証立造駅西側にロータリーがあり、川口江海の銅像が建てられている。駅東側は鉄砲円打状のあった奈良、道浜で堺市街の北西端となる。当駅高架下を2本の道路が横断しているが、改札のある南側の道路を東へ行くと、すぐ内川にかかっていた江川橋跡になり、そこから東が堺市街となる。江戸時代には、 現在の北、旗子町西、桜の町西、綾の町西、西木の町西の中浜筋沿いに鉄砲単屋が多く居住しており、北旗子町西には非公開だが、鉄砲単屋屋敷が現存している。高架下を横断する北側の道路は、土井川と呼ばれる観号の北部分を埋め立てた道路で、西から千日橋、北の橋、稲荷橋がかかっていた。 千日橋は千日井と呼ばれる井戸に由来し、行基混流の高南岐佐寺の井戸と伝わる。高南岐佐寺は現存しないが、諸説ある七道の地名由来の一つに、高南岐佐寺の七道が乱説がある。境市街の北東端に近い稲荷橋跡には、鬼門封じとして、鉄砲丹屋の芝、辻木江門によって勧生された、高須神社という稲荷社が、現在も鎮座する。現在では、 山和川に隔てられているが、七道の一部は古来地続きだった、住吉大社の車両だった。地名の由来には、高渚岬寺の七道が乱雪の他に、摂津国住吉組江木津里の七道が乱雪や、住吉大社の宿院富具屋のと御祭における七道の、塩こり説などがある。1908年に、堺市七道に堺セルロイドが創業。 1919年にセルロイド発射合併により、第日本セルロイドとなった。2008年に工場は閉鎖され、跡地には2016年3月19日に、イオンモール、境で包丁がオープンした。南海バス7、道駅前通り停留所が、駅西側国道26号沿いにある。ありがとうございます。